はい、今日信玄餅をもらったんで、信玄餅食べてきます。もう開けちゃったけどね。信玄餅こういうやつ。で、黒蜜と餅を分けて、この包みを広げます。そしたらね、パカンって開けて、とりあえず真ん中に全部落とす。こんな感じ。で、俺は、この3つになってるのを、切る。切るというか分ける。手でいいかな？俺食うから。それで、きな粉を、よくまぶす。で、黒蜜。黒蜜を、真ん中にたっぷり。味見、うまい。で、こっからですね、これを、これ正式のやり方だからね、変なやり方じゃないけどね、こう包んで、揉みます。あら、気持ちいい。にゃふにゃ。これ正式なんだよ。知ってたみんな。たまに食べたいよね、信玄餅。こんな感じ。いただきます。信玄餅、あ。うまい。黒蜜うまいよね、きなことね。って感じです。